むというか、神の力を取り戻したこの我に。お前も我の糧としてやる。先行は我なのだ。我のターン。我はこれでターンエンドだ。俺のターン、ドロー。これはマジックカード、イニシエのルールを発動。手札からレベル5以上の通常モンスターを特殊召喚する。ウメロンネットワークはスターに一度、自分のフィールドにカードがないと敵からヌメロンの力を得たカードを発動でき、墓地から発動するマジックカード。我はデッキからアウタートラップ、ヌメロンリライティングマジックを墓地へ送り、効果を発動。相手のマジックカードが発動したと、発動と効果を無効にし、相手デッキから発動条件を満たすマジックカード1枚を相手フィールドに発動させる。何？このカードは手札を全て捨てることでカードを1枚引くことができる。それがマジックカードだった場合、その場で発動を可能にする。俺は手札から強欲な壺を発動。この効果でデッキから新たに2枚ドローする。俺はリバースカードをセットし、ターンエンドだ。我のターン、ドロー。我はマジックカード、ヌメロンダイレクトを発動。このカードはヌメロンネットワークが発動していると、エクストラデッキから攻撃力1000以下のヌメロンと名の付くモンスターエクチーズ4体を特殊召喚する。なぜ我が召喚するのか。現れよ、ナンバーズ4、エコアヌメロンジャズマーリ。続いて現れよ、ナンバーズ3、そして2、ゲートオブヌメロン、ジュリーニ。ゲートオブヌメロン、ユメ。そしてこれが現れよ、ナンバーズ1、天をなせる地獄門の一抹の希望を捨てよ、ゲートオブヌメロン、エーカン。我はナンバーズ1、ヌメロンエーカンで攻撃。我にヌメロンネットワークがある限り、ヌメロンモンスターはその効果バーレイユニットを使わずに発動でき、ナンバーズ1ヌメロンエーカムの効果発動。バトルの後バーレイユニットを使い、ヌメロンモンスターの攻撃力を倍にする。何？ナンバーズ2、ゲートオブヌメロン攻撃、ヌメロンデュベイの効果発動、攻撃力を倍にする。我はナンバーズ3、頑張らないと攻撃。このカードは墓地に行った瞬間、フィールドのモンスターに同じ電極を植え付け、バトルを終了させる。ヌメロンネットワークが発動していると、我はナンバーズ1、ヌメロンエーカムをカオス化させランクアップできる。我はヌメロンエーカムでオーバーレイ、カオスエクシーズチェンジ。現れよ、カオスナンバーズ1。全ての秩序を破壊し、単なる闇、世界を誠なる姿へ導け、ゲートオブカオスヌメロン、死ぬ。ただし、ヌメロンネットワークが発動していないと破壊され、カオスヌメロン死ぬやの効果発動。このモンスターを召喚したら、フィールドの全てのモンスターを除外する。そして、我のターン、カオスヌメロン死ぬやを再びフィールドに戻す。その時、この効果で除外したモンスターの合計分のダメージを相手に与える。バカだ。俺のターン、ドロー。マジックカード発動、天使の滅ぼし。我はフィールドマン、メロンネットワークの効果発動。一ターンに一度、敵のヌメロンカードを墓地へ送り、効果を発動させる。またカウンタートラ、メロンリライティングマジックを墓地へ送り、効果を発動。相手のマジックカードが発動したと、発動と効果を無効にし、相手デッキから発動条件を満たすマジックカード1枚を相手フィールドに発動させる。何？愚かな。ヌメロンネットワーク、その破壊しに行ったのである。これであのカードを引けなければ、このカードにかける。さらに手札から復活の祭壇を発動。
デッキの上からカードを2枚取り除き、自分の墓地からカードを1枚手札に加える。マジックカード発動。天よりの宝札。この効果により互いのプレイヤーは手札が6枚になるよう、ドローする。マジックカード。早すぎた埋葬を発動。ライフを800払い、墓地からマジシャン特殊召喚。ビデオブラックマジシャン。俺は手札からマジックカード黒魔術のカーテンを発動。このカードはライフポイントを半分払うことで、俺のデッキより逃げよブラックマジシャンガール。行けブラックマジシャン。ブラックマジック。我は手札からダメオンウォールを守備表示で召喚。バトルでダメージを受けた時、手札から特殊召喚し、そのバトルを終了させ、さらにカードを2枚捨て、ターンエンドだ。我のターン、ドロー。我はこの瞬間、除外されたカオスナンバーズ1ゲートオブカオスヌメロン、死ぬにゃを蘇らせる。トラップ発動、殺人の王殺魔。このカードを相手のマジックを1枚破壊する。俺が破壊するのは星の結界。我はマジックカードヌメロンカウントリチューアルを発動。ヌメロン侵入者が破壊された時発動し、我の墓地にあるヌメロンネットワークとパーツの4体を選択し、他を全てレベル12のモンスターとして扱い、エクシーズ召喚を行う。我はレベル12となったナンバーズ1からヌメロンネットワークでオーバーアリエクシーズ召喚。俺のターン、ドロー。俺も手札マジックカードを発動させるぜ。浅すぎた墓穴発動。このカードにより互いのプレイヤーは墓地からモンスターを1体守備表示で召喚する。クリボーを守備表示でフィールドに出す。モンスター回収カード。場に出ているカードと手札を全てデッキに戻しシャッフル。そして新たにカードを5枚引く。そして魔法カード悪魔払い。悪魔払いはフィールド上の悪魔族モンスター全て破壊する。ヌメロニアスの効果を発動し、自分モンスター1体を墓地に送ることでヌメロニアスの破壊を無効にしたのだ。今は奴の攻撃をしのぎ、攻撃力を下げていくしかない。俺はカードを1枚捨て、ターンエンド。我のターン、黒魔術の報復。このカードは相手が攻撃してきたとき、自分の墓地にある魔法使い族1体を副召喚できる。いでよブラックマジシャンガール。ヌメロニアダイレクトアタック。ヌメロンドラゴンの攻撃。俺はクリボーの効果発動。バカ
このカードを墓地に送り、バトルダメージを一度だけゼロにする。クリボー、お前のおかげで助かったぞ。そのような効果を、だがヌメロニアスの効果により、この場、墓地に送られたモンスターを全て我のフィールドに表側集合して特殊召喚する。俺のデッキよ、俺のモンスターたち、俺はお前たちを信じる。俺のターン、ドロー。俺はリバースカードをセットし、ターンエンドだ。我のターン、ドロー。ヌメロニア、ダイレクトアタック。ヌメロンドラゴンの攻撃。お前の負けだ。そいつはどうかな。リバースマジック発動、ラグナロク。このカードはブラックマジシャン、マジシャンガールがフィールドにいることで発動できる。その効果は自分のデッキ、手札、墓地から全てのモンスターを取り除くことで相手の場のモンスターを全滅させる。それがたとえ神であっても。ブラックバーニングマジック。墓地のこのカードをエクシーズ素材としてオーバーレイ、エクスターミネーション、カオスエクシーズチェンジ、降臨する。カオスイマジナリーナンバー10。我が天は流し、地は浸し、人のつなる夢は一条の幻に過ぎず、虚無の単身よ、闇をもて光に鉄槌を、無限虚構師ヌメロニアス、ヌメロニア。攻撃力無限大。このカードは自ら攻撃することはできない。だがこのカードがフィールドにあるとき、相手は必ずモンスターで攻撃しなければならない。もし攻撃をしなければ、このターンが終わるとき敗北となる。バカだ。我はこれでターンエンド。マジックカードを1枚捨てて、相手の墓地から1枚選択、自分のカードとして使う。そして俺はこのカードでお前の悲鳴を消し切ってみせる。俺は手札からマジックカード黄泉天輪を発動する。黄泉天輪は発動時、フィールド上のモンスターは全て破壊される。愚か。このカードは自ら出ることはできない。デッキのモンスターカードを全てゲームから取り除き、互いに墓地のモンスターをワンターンにつき1体無条件で特殊召喚することができる。蘇れ光の創造主、ホルアクティ。何で、ホーク1体闇を消え失せろ。